皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。ちょっとね、ここね、押しちゃったんだけど、落ちちゃったんですよ、アプリが。なので、まだ中身見てない状態です。で、まあ、1個だけ見たんだけど、それが、これだね。ガチスキル。はい、ここだけ見た。これ見た後に落ちちゃったんだよね。はい。キャラバランスがまだ見てない。で、今回ね、やっていくのはね、まあ、このね、新しいトピックス見ながら、キャラバランス調整について見ていきたいと思います。で、ガチスキルの方も一応見ますね。もう今一度。まあ、1回見たんだけど、パッと。全部なのかな？全部かどうか見てない。多分全部かな。はい。おそらく全部の、まあ、ガチスキルの発動率を増加しました。EX に変更ない。まあ、要は、EX と通常のガチスキルの発動率に差がありすぎたんだよね。結果、EX じゃなきゃ、ちょっとね、安定しなくないみたいな。まあ、例えるなら、いや、正確な数字は知らない。例えるならば、今までがガチスキルの発動率 25%、EX で 50% だったのを、ガチスキルの発動率 40%、EX50% みたいな。印象。まあ、イメージ。例えね。これ実際の数値はわかんない。俺。内部の情報知らないから。って感じの意味合いなんじゃないかなと思います。はい。まあ、単純に、ガチスキル EX まで取らないと弱いのみたいな。そういう先入観を、まあ、別に EX じゃなくても大丈夫だよ。全然打つ、みたいな。まあ、もちろん EX だったらちょっと確率高いよ、ぐらいの。はい。気持ちなのかなと思います。ぶっちゃけ俺は確率変わっても 5% ぐらいでいいんじゃないかなと思いますけどね。EX 通常は。だってアビーチとかもそうでしょ。アビッシュとかもなんか大体 5% ぐらいじゃないかって言われてるけど、うん。ガチスキルとガチスキル EX は、例えばガチスキル EX が 50% あるならばガチスキルは 45% でいいんじゃないのって思いますけどね。まあ。それはバランスの問題なんであれかもしんないけど。で、まあ、そんな調整が入りました。まあこれは遊びやすくなったってことだから、まあ、別に何か悪いことが起こったわけじゃないね。いいことが起こったって感じだね。で、この後、ここ全く見てないキャラバランス調整。これ見ていこうか。アヌビスここらしいね。まあそれはいいとして。トロフィー追加、これ取りました。これだけ取った。まだ中見てない。はい。というわけでね、キャラバランス見ていきたいと思います。ドン！お！金太郎、昨日の田桜、金太郎、爆弾娘、ビートルガール。シャーク、パピオン、サイガー。お、結構来るね。クイーンビー、クラーケン、ヒュドラ、ミノタウロス、マミー、コング、チビドラ、ワイバーン。予想ね。みんなわかると思うけど。弱体化、強化。サイクロガールは、微強化強化。クラーケンもあっても微強化ぐらいでよくない？ヒュドラ強化。ミノタウルス微強化。マミー微強化。コングむずくね？コング調整する必要ある？まあ、微弱体化ぐらい。チビドラは強化でしょ？強化でしょ？ワイバーンはあんま強く強化してほしくないけど、まあ微強化かな。とりあえず見ていこうか。予想ね。まあ、木之本さくらとまず最初にね。こいつはちょっとブレイズ溜まるのね、早くした結果、早すぎて強すぎてみたいな感じあるから、ブレイズ打つときに1残るのがなくなるとか、じゃないまずは。それか、それを残したいならば、ブレイズ溜まる速度もっと戻していいと思います。マジでちょっと強すぎる。はい。アクアの着弾位置を敵の後方から敵の足元に変更しました。なるほどね。これめちゃめちゃいいね。要は今までってアクアパーって打った時に敵をね、奥で拘束して近づけませんよって感じだったんだけど、例えばこれ、桜ちゃんがインファイトされてる時に桜ちゃんがスキル打った場合って今まで引き剥がせたんだけど、剥がせませんよ。その場で水出します。って感じだね。これめちゃめちゃいい調整だ。これめっちゃいいかも。これだけでいいかも。なんなら。ブレイズ発動中に受けるダメージが減少する効果をかわしました。はい。多分1は残るかな、この感じ。だね。1は残るわ。まあ、1は残る。1は残るとか、その1残りの方がやばいから、これ、緩和、こっちの緩和よりもね、1残りの方がやばいから、そう、1残りがあるならばまだまだ強い。ただ、このアクアの着弾位置っていうのが、もう完全に支援キャラ、至近距離でも捕まえられないよ、みたいな。そういう意味わからない理不尽な感じがなくなったと。そんな感じかな。まあ、いい調整だと思います。良くなったね。両方とも弱体化だけどね、内容的には。で、まあ、良くなったと思う。でも、まだ強いと思う。はい。続いて、金太郎。金太郎は、もう耐久値がバカ高いのに火力高すぎなんで、どっちかを落とすべきだと思います。まあ、火力を下げすぎちゃうと、逆にね、火力全くなくて誰倒せんねんみたいになりそうだから、じゃあ火力を変えないならば耐久値を下げるとか、どっちかは下げなきゃいけない。絶対に。絶対です、これは。もう、フィジカルがおかしい。4体なのに。はい。HP 減少。約 5%。いいですね。まあ、そう、耐久値を下げると。じゃあ火力変わんないのかなこの感じだと。これだけまだだ。近距離の敵に対してスキルを発動した際に、金太郎が熊に踊るの時間を減少しました。近距離の敵に対してスキルを発動した際に、なるほど。これだけだ。まあ、要は、まず HP5% 減少は単純にさっき話した通り、火力もあるのに耐久値もありすぎるのおかしいよねって部分でフィジカル面で HP を減少。で、近距離の敵に対して、このキャラってもともと、金太郎が飛んでって、遠距離キャラを倒してもらおうっていうコンセプトのはずなのに、近距離のキャラも倒せちゃうっていう意味わからないあれだったんだけど、これが、長く金太郎が近距離のキャラをガチャガチャできなくて早めに熊に戻るんだよっていうことだよね。まあ、これも弱体化だね。これ、決して強化ではない。今までは近距離キャラに出しても殴り倒して帰ってきたのが、殴り倒せずに帰ってくる可能性の方が増えたよっていう。そんな感じの調整なんじゃないかなと思います。まあ、どっちにしてもフィジカルを下げたって感じ。まあ、用途として遠距離キャラに当てる分には今までと変わらないけどってとこだね。何でもできちゃったところを、近距離ちょっと弱め、遠距離はあんまり変わらず、みたいな感じの挑戦にしたのかなと思います。まあ、これもいい挑戦だね。筋トレちょっと壊れてたから、ありがたい話。で、爆弾娘。こいつも何調整するんだろうね。散々弱体化受けたけど、未だに強いじゃん。なんかその、連鎖のダメージが終わってるんだよね。火力面がちょっと怒りすぎちゃってるっていう、部分。スキル打った後に次ゲージのスキル打つみたいな、あれで全部死んでいくみたいな、あれかなりやばいから、そこら辺ちょっと考えてほしいところあるけどね。火力面。まあ、もしくはその火力面を変えないならば、さっきの筋トレと同じで、もう一気に耐久値を下げちゃって、もっと当たり弱くする。前の調整で当たり弱くされて、スキル中の火ダメージ減少効果が緩和されたりとか、筒が壊されるのが通常攻撃、攻撃2ヒットで壊れるとか、まあ、いろんな調整が入ったんだけど、まあ、それでもまだまだね、逃げれるから強いみたいな感じだったんだけど、まあ、これよってはバックステップの距離短くするとか、まあ、そもそものステラスで耐久値を下げるとか、死にやすくするみたいな、捕まえやすくするみたいな、そういう調整が来るんじゃないかな。はい。HP 減少約 8%！ 金太郎が 5% でバックマス 8%。まあ、金太郎もともとの耐久値高いからあれなんだけど、8%！ これだいぶ緩和したね。あとはあ、以上。なるほどね。そもそもまあやりすぎと、行きすぎと、生き残りすぎと、HP を減少しましたと、8% と。はい。まあでもね、まだ強いと思います。要は、殴られなければ強いわけだから。殴られたら死ぬ。そりゃそう。今までも死ぬ。あ、まあ今までって言っても、今は死ぬ。修正1個前は死ぬ。初期とかは死ななかったけど。そう。まあこれがもっと死にやすくして、ついでに狩られる可能性もあるよって感じだね。HP8% 減少。これ結構でかいね。でも俺まだ強いと思ってる。この状態だったら。魔導騎兵。魔導騎兵も書いてあった？魔導騎兵書いてあった？書いてなくね？魔導騎兵。どういうこと？わけわかんないけど。あー、見ちゃった。あー、これがビートルガールのやつか。見ちゃった。なるほどね。爆弾娘の次ビートルガールで書いてあるもんね。なるほど。表記の仕方おかしくね。真剣勝負の効果で減少するスキルサイズの値を緩和しました。あー、いいね。これは魔導騎兵使ってる人の100人中100人が望んだことだね。魔導騎兵をビトガに置いて、なんで毎回対マン負けんの？意味わかんないんだけど、スキル全く打てないじゃんっていうね。ふざけんじゃねえぞみたいな。白マンを置く、迎撃キャラなのに、流れてくるビトが1体すら見えないのかみたいな。これは、当たり前の調整だと思う。むしろ今更って感はある。これだけじゃない？うん。これ、ビートルガールじゃない？魔導騎兵じゃなくて、どっちか表記間違えてない？まあいいや。これでビートが倒せればいいけどね、魔導騎兵ちゃんとスキル打ってくれて。スキル打ってくれれば倒せるはずだから。相手のスキルが終わった時に、まあガチャガチャ殴って倒せるはずだから。はい、で、シャークだね。こいつはね、まあ強すぎだよね。まあ前回ニジバッチの、性能が弱体化を受けたんだけど、フィジカル下げられたんだけど、結局めちゃくちゃ強いから、このキャラを弱体化するなら俺は1点だね。火力面として、そういう、火力面にも関係する部分で、スキルを打った後に、まあ潜るじゃん。で、潜ってから再度スキル打てるまでの時間をね、延長。スキル打って、一瞬捕まえられないなと思って潜ったら、またそっからブードーンってあるスキルまでのね、時間が短すぎ、いくらなんでも。クールタイム伸ばした方がいい。はい。あー、そっちか。なるほど。スキル、ズドーンからガジガジが早すぎたから、そのガジガジってなるまでの時間を長くしたと。ディケードのね、ライダーキック後の硬直ちょっとあるよみたいな、あれと同じだね。これだけかな。これだけだ。あ、これはありかもしんない。だからスキルのクールタイム、なんかのも言ったけど、あれってまたスキル打ってきて火力やばいじゃんって話で、結果的に火力を下げてほしいっていう部分だったから、むしろこっちだと、スキルドーン、ガチガチが遅いんだったら、大型戦とかでシャーク合わせられてもなかなか死にづらくなる。要はシャークが、もう一度潜んなかったとしても火力が単純に下がってるわけだから、まあ、まだこれでも強いとは思うけど、どれぐらいの時間が長くなってるかにもよるけどね、そもそも先行してズドーン、あれだけですんげえダメージしてるから、あれだけど、そう。なんなんだろうね、シャーク。まあ、複数攻撃に戻したから、とんでもなくなったのはあるけど、はい。で、次パピオンと。パピオンは全盛期の時に HP が400多かった今よりも、今ってからその調整前よりもね、400多かったんだけど、400下げられたからかなり使いづらくなった。環境的にも。じゃあもう HP 上げていいんじゃないまた。そんなことないんだ。強化した状態で成長ダップさえの追加効果を、変更前は、移動速度アップと攻撃回数アップだった。確か。うん。変更後何？射程距離アップって書けるもしかして。ステータスと攻撃速度、移動速度がアップ。へえ。じゃあもう完全に正中ね、マックスにした方がいいじゃん。おお、これパピオン面白そう。これどれぐらい強くなるかだけどね。これ結構面白そうだね。で、サイクロガールと。サイクロガールはね、まあ、個人的な意見としては、射程1マス伸ばすだけで変わると思ってる。いきなりもうとんでもない強化に見えるかもしれないけど、射程1マス伸ばすだけで結構変わると思ってて、サイクロガールって射程長めではあるんだけど、ちょっと使いづらいんだよね。結局、砦の裏から切ろうとすると射程使えないよ、引っかかる。でも砦に重ねておかなきゃいけないんだよね。って部分とかも含めた上で、ちょっとだけそこが使いづらいから、射程伸ばしてもいいんじゃないかなって思うけど、1マスだけ。それか、まあ単純にちょっと火力は十分だから、もうフィジカルね、耐久値を上げちゃうか、シンプルに。俺は射程欲しいな。HP とか。5% ね。まあ、大型の 5% でかいからね。大型も基礎ステータス高いからね。これだけ？これだけだね。まあこれでどう変わるかちょっとわかんないけどね、サイクロカードのね。以前、昔ね、HP 死ぬほど低くて2000台だったんだよ、確か。それが今3000台までね、もうバカ何度も強化されてきたんだけど。そう。まあ、これで強くなったから、まあ強くなってるんだろうけど、これで環境的に使えるかどうかは不明です。はい。というわけで、クイーン B。クイーン B か。クイーン B な。中型に駆られやすすぎるんだよね。どうしても。中型に駆られる、あれが、まあ、ちょっと苦しすぎるから、なんだろうね。歩いてる最中でもスキル発動できるようにするとかやったらちょっとさすがに壊れすぎか。それは無理だな。ってなるとなんだろう。まあ、単純にステータス上げるといいんじゃないかな。中型に駆られやすいから駆られづらくするためにステを上げる。はい。HP 増加。3%。まあ、歩いてる最中にスキル発動するっていうのも、まあ、ちょっとクイーンビーノとは相性が良すぎるからダメだね。うん。もちろん攻撃範囲に敵が、1マスぐらいでいいが、歩いてる最中、1マスぐらい。通常の攻撃範囲が確か3マスだった気がするんだけど、4マス半以内でとかでいいから、そう、あったら面白いかなと思ったけど、まあまあ別にフィジカルでもいいんじゃないかな。そもそもクイーン B って当たり負けすることが多かったから、この HP 増加は嬉しいね。これかな。まだだ。スキル外れとか、いいじゃん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 。まあ、シンプルになんか、ちょっと物足りないなって部分を強化してきたね。これめちゃめちゃいいね。これだけでしょ。うん。で、クラーケン。クラーケンはおそらく、まあ、弱体化するところはないと思うから強化だとは思うんだけど、強化して壊してほしくはないから、まあ、個人的な予想はスキル発動率アップだけ。イカスミしないと弱いんだよね、こいつ。イカスミの火力すごいんだけど、通常攻撃火力すごい低いから、スキル発動率を上げるか、通常攻撃の火力を上げて、スキルの火力を下げるか。結果的にスキルの威力は以前と変わりません、みたいな。違うわ。スキル、イカスミが張り付く時間を減少。あれ、弱体化じゃね？あ、スキル威力増加？スキル威力高いよ、これ。大丈夫？わお！まあ、イカスミが張り付く時間減少はクソ嬉しい。まあ、相手から、こっちからやる分にはいいんだけど、やられてるとね、ストレスでしかない、あれ。ゲームを普通に楽しめない。見えない。やばすぎる。で、まあ、それだけだとちょっとクラーケン別に環境キャラじゃないんで、まあ、ちょっと他にもアップしてあげないとな。まあ、じゃあスキル威力増加で、みたいな感じかな。ちょっとわかんないけど。あ、増加するんだ。へえ。まあ、結局スキル打たなかったら変わんないよって感じだね。スキル打たなかったら今までよりも、まあ、イカスミの張り付く時間減少から弱くなってるけど、スキル打てば前よりも強いよと。まあ、総合的に見たら強化だとは思う。うん。で、ヒュドラと。ヒュドラは空中の射程を1マス伸ばしていいと思う。地上の射程と空中の射程のね、射程距離が違うんだよ。同じにしていいと思う。それでも別に超強キャラって感じじゃないし。2次バッチに以下の方が強い。これ絶対に、あれじゃん。フィジカルアップ系じゃん。フィジカルアップっていうかレドラとかさ、レドラじゃあサイクロとかゴレとか、サイクロゴレキメラとかあれ系じゃん。で、サイクロがスキル発動率アップで、ゴレがフィジカル攻防 HP アップで、キメラが1のゴレだったでしょ。ヒュドラは何？まあ、でもね、複数いろんな種類をつけることはできないから、同じようなのが来るんじゃないかな。でもヒュドラ攻防 HP アップはしたらまずい気がするから、いや、どうなんだろうな。わかんないな。まあ、でも何か来るよね。攻撃回数アップは来るのかな？いや、来ないと思うけどな。どうなんだろう。わかんない。スキル発動率アップ中。発動アップ中。サイクルと同じだね。まあ、安定してスキル打っって首生やしてくれるよって感じだね。まあ、ないよりはマシだよね。これ間違いなくね。で、ミノと。まあ、ミノもね、最近度重なる強化を受けていたけど、まあ別に環境的なキャラではないと。じゃあ何を強化するんでしょうかって感じではあるけどね。何強化するんだろうね、これ。俺これ、わかんないんだよね。そもそもミノってさ、レベル40解放されたのに未だにガチスキルないんだよね。何くんだろう、これ。ミノ。いや、火力は十分だよ。スキルの拘束時間も、ね、硬直時間も十分。もうこれ以上変えなくていい。耐久値も高い。十分だよ。何変えるの？アンチ関係？アンチ関係になるってこと？遠距離攻撃で死にやすすぎる部分を変えるのかな？そうすると弱点なくなっちゃうけどな。なんでしょう。あー、同じ？こっからはそんな感じ？ミノタウルス2次バッジ以下の効果を追加しました。これもスキル発動率アップ中じゃないの？そうだよね。そんな気がしたわ。はい、で次はマミー。これは絶対虹じゃないと思う。マミーはね、最近ちょっと火力足りないなって部分が、まあ、あるから、火力をちょっと上げる可能性はあるね。スキル中の、拘束中の、呪いの。あ、そもそもの攻撃力増加。あ、でもこれイコールでスキルの火力も上がってるね。まあ、通常攻撃の火力ドンも上がってるから、ダミーも頑張ってくれるし、みたいな感じだね。なんかマミーね、最近あんま強くなかったんよ。ぶっちゃけなんか B ランクかなみたいな感じのイメージだったんだけど、これ面白いね。まあ、これでどこまでランク変わるかって、ランク変わるかどうかもわかんないけど、まあ面白そうではある。以上？まだある。索敵範囲拡大マジ？え、もっと寄るってこと？え、今でもちょっと寄るじゃん。まあ、マタンゴほどではないとしても、ああやって敵に寄ってくってことだよね。これ熱くね？まあ、確かにマミーみたいなキャラって、まあ、拘束しに行きたいから、敵に当たりに行きたいキャラではあるから、これ結構熱いぞ。え、これ結構熱くないか？まあ、だとしても火力はないからマミーだけ寄ったとこで、攻撃力 5% 上がってるとしても、マミーだけで相手の血型を倒すことはできないから、ってところはあるんだろうけど、まあ、でも面白そうだね、これ。これだけでしょ、さすがに。まだあんの？索敵時の移動速度増加？まだあるの？なるほど。クイーンベイみたいな感じだ。通常の移動速度はクイーンベイってそんなにめちゃくちゃ速いわけじゃないんだけど、敵を見つけて索敵するとブワーっていくじゃん。あれと同じだ。なるほどね。敵を見つけると移動速度上がって敵に寄ってくと。え、これなんか全然違うキャラになってるね。面白そう。使い方も変わりそうだね。すげえ面白そうだ。これ使いたいわ。以上だろ。さすがに以上でしょ。うん。で、コング。まあ、さすがにね、強化はないと思うから弱体化だと思うんだけど、弱体化どっかするのって感じではある。ぶん投げを連発でできちゃってるところが良くない可能性ある。スキルにクールタイム追加。いやもう今までスキルクールタイムなかったんだよ。え？どうすんだろうね。ぶん投げ、まあマジ強いけど、単純に攻撃力を少し下げる。投げまくってどうせ無効化するから攻撃力を下げるとか。強化じゃん。混乱状態にならないように変更しました。あ、なったんだ、コングって混乱状態。へえ、知らんかった。石化とか毒とか眠りとかコング入んなくなったんだよ、以前の強化で。状態異常無効ですよっていう風になって、まあ、微量入るんだけど、そう、防御力ダウンも入んなかったかな、確か。マイマイのバイキン入ったかな。なんか、入るやつ入んないやつがあるんだけど、混乱入ったんだね。なるほどね。じゃあ、超絶微妙な強化だね。微強化だね。はい。で、チビドラと。まあ、これは強化だと思うんだけど、まあ、通常攻撃を複数攻撃にしましたとかになったら、かなり熱いかなって思ってる。射程伸びたわ。射程伸びたわ。え、これ前も一回伸びなかったっけ、射程。気のせいかな？ちょっと覚えてないけど、かなり昔。で、これ熱くない？今までのチビドラって当たり前だけど、火炎よけされちゃって全然ダメとんないよ。で、結局射程ね、ちょっとあるとは言っても普通に殴られちゃうよって感じだったのが、射程が伸びたおかげで、一方的に殴るよ。一方的に殴るからと、より遠くから殴れるから火炎よけしづらいよ。そしてより遠くから殴るから、もし火炎よけされてもこっちは殴られないよ。だって遠いもん、みたいな。感じなの？めちゃめちゃいいじゃん、チビドラ。気になるね。で、ワイバは強化しないでほしい。まあ、弱体化するキャラでもないからあれなんだけど、変な強化はマジでしないでほしい。マジで。変な強化はしないでほしいね。何すんだろうって感じだけど。これ読めないんだよな。ワイバーンのやつ。ワイラから受けるダメージ減少とか。ワイラで簡単に狩られすぎ感ある。別にワイラに当てることないんだけどさ、本当に無理なんだよね。ワイラ引っ張ってワイバーンリーダー当てても全然勝てないから。まあ、そういうキャラじゃないんだけど、そもそもワイバーンって。空には殴れないんだけど、地上についてるキャラだから、あれなんだけど、わかんない。強化されちゃった。強化されちった。マジか。ワイは強化されちまった。普通に 10% 高え。そして以下のオブジェクトに当たるダメージが増加する相性を追加しました。多くのセクトウィッチの隕石、トレンドの隕石、これね、地上のキャラに対してダメージアップっていう Y1 特性を持ってるんですよ。だから Y1 ってあれだけの火力を地上のキャラに出せるんだけど、この石像とかこういうね、オブジェクトが地上のキャラ判定じゃなくて、ダメージが全く出なかったんですよね。これが、ちゃんと与えるダメージ増加する相性を追加して、オブジェクトにもちゃんとダメージ通りますよって、なった感じだね。以上かな。はい。なるほど。ありがとうございます。ちょっと長く喋りすぎたね。まあまあ、いろいろと調査入って面白いのあった。みんながね、求めていたさくらちゃん、金太郎、爆弾娘、そしてビートルガールの弱体化が一応入ったね。で、シャークもね、入ったね。で、まあ、あとは、弱体化じゃなかったね。まあ、強化かな、ほとんど。まあ、いいんじゃないって思う。求めていた弱体化は入ったし、強化も入ったし、まあ、また面白くなるんじゃないかなと思います。はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。